ジム・ケリー、ジェームス・エドワード・ケリー、ジェームス・エドワード・ケリー、1960年2月14日帯は、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック、QB。マイアミ大学時代から QB として活躍し、1983年の NFL ドラフトでバッファロー・ビルズに一順14位指名でされたが、入団を拒否し、 当時 NFL の対抗リーグとして存在したユスフル、ヒューストン・ギャンブラーズに入団した。その後2年でユスフルが崩壊したため、ビルズと契約。リーグ屈指の攻撃陣を率いて、ビルズを90年シーズンから4年連続スーパーボール、第25回から第28回へと導いた。1996年引退。プロボール選出5回。2002年プロフットボール殿堂入り。 ビルズ史上最も偉大な QB であり、パスに関する球団記録は、ほとんどが彼のものである。背番号12は、球団初の A 級決番に指定された。イーストブレーディ高校時代に3915ヤード 44tD を挙げ終選抜に選ばれる。バスケットボールでも活躍し、終選手権準決勝まで進んだ。マイアミ大学時代の1980年にはチームを、 ピーチボール出場に導いた。マイアミ大学がボールゲームに出場するのは14年ぶりのことであった。大学通算成績は646回試み、投げ406回成功、成功率62.8%で5223ヤード、32トッチダウン。マイアミ大が優秀な QB を排出することを意味する、クォーターバック U、ケリー、バーニー・コーザー、ビニーテスタバーリー、 スティーブ・ウォルシュ、クレーグ・エリクソン、ジノ・トレッタと呼ばれるきっかけとなった。1992年マイアミ大伝道入り。1983年の NFL ドラフト一巡全体14位、トム・カズノーをクリーブランド・ブラウンズにトレードすることで得た。指名権でバッファロー・ビルズに指名されたが、同年ユースフル・ヒューストン・ギャンブラーズに入団。タイトエンドをつけず、ランニングバックを一人しか置かない。 ランシュートと呼ばれるパス変調フォーメーションを操って、1984年には5219ヤードを獲得 44td、1985年までの2年間でパス9842ヤード、83td という好成績を残した。入団1年目の84年シーズンに最優秀、選手賞受賞、2年連続オールユスフルに選ばれた。 1985年シーズン限りでユスフルが崩壊したため交渉権を有していた NFL バッファロービルズに入団。1年目の1986年シーズンから全試合に先発出場して3593ヤード 22td の活躍で一躍、スター QB の仲間入りを果たした。1988年チームは AFC チャンピオンシップゲームまで進出したが、ディックルボーディフェンスコーディネーターが、後半より、ラインバッカー一人と、ランに強いセーフティ一人を、コーナーバックビと、パスに強いセーフティと交代させる戦術の前に、パス30回中14回成功163ヤードに、抑えられ、3インターセプト、3サックを浴びて10から21で敗れた。 この試合の後半、ケリー率いるビルズオフェンスはボールを9分4秒しか保持できなかった。1985年入団のワイドレシーバーアンドレリード、1988年入団の RB サーマントーマスらを擁するハイパーオフェンスと呼ばれる強力な攻撃陣を率いて1990年シーズンには AFC 王者なり第25回スーパーボール出場を果たしたが、 ニューヨークジャイアンツに十9から20と1点差で敗れた。翌年、パス成功率64.1%で3844ヤードを投げて 33TD、17INT 33、17 QB レーティング97.6をマーク、チームはトータルオフェンスで NFL トップの6525ヤードを獲得、NFL2 位の458得点を挙げた。 ワシントン・レトス・キンズとの第26回、スーパーボールでは、パス58回中28回成功、4インターセプトに終わり、24から37で、敗れた。1992年の最終週、ヒューストン・オイラーズ戦で膝を負傷。オイラーズとのワイルドカードプレイオフ、ピッツバーグ・スティーラーズとのディビジョナルプレイオフは欠場。マイアミ・ドルフィンズとの AFC チャンピオンシップゲームで、 復帰した。ダラスカウボーイズとの第27回スーパーボールでは、パス38回中22回成功、276ヤード、1td、4インターセプト、第2球に、ケンノートンジュニアのヒットで、フルキの膝を負傷、途中退場している。1993年、パス470回中288回成功、3382ヤード、18、 td-18int の成績を残した。この年、第28回スーパーボールを果たし、ロジャーストーバック、テリー・ブラッド賞、ジョー・モンタナに次いで、史上4人目となる、スーパーボールで4度目の先発 QB となった後に、ジョン・エルウェイ、トム・ブレーディも記録を達成。スーパーボールでは、パス50回中スーパーボール記録となる31回を成功。 260ヤードを投げたが、1INTTD なしに終わり、13から30で敗れた。4年連続スーパーボールに出場したが全て敗戦。スーパーボール4連敗という不名誉な NFL 記録を作ってしまった。しかしながら4年連続のスーパーボール出場は4年連続 AFC 制覇ということであり、NFL がフリーエージェント制度やサラリーキャップ制度も未導入で、 チーム力が維持しやすい時代だったという交差し引いても、前人未到の偉業だったことは、間違いない。ビルズ黄金時代はそのまま、ケリーの黄金時代と言い換えてもよく、1991年には、自己ベストの3844ヤード 33td、成功率64.1%という成績を残している。この年十月二十一日のシンシナティベンガルズとの、 マンデーナイトフットボールではゴティディパスを決めて、デイブ・クレイグの MN 会記録に並んだ。サラリーキャップ制度が施行された1994年シーズンには、AFC4 連覇メンバーの流出が始まり、チームは5年連続のスーパーボール出場どころか、プレーオフ進出すら逃してしまうが、ケリー自身は3114ヤード 22td と、奮闘した。年、 2810ヤード 14TD の成績ながら現役引退。引退式のスピーチではバッファロービルとして引退できることを誇りに思うと語った。共にビルズ黄金時代を築いた名優 WR& レリード、RB サーマントーマス、デブルース・スミスらが後にサラリーキャップ制度の影響もあって引退間際に他球団へと移籍せざるを得なったことを 考えれば幸せな引退と言えよう。NFL 通算成績は、パス4779ミ、投げ2874回成功、成功率60.1%、35467ヤード 237td、ラン1049ヤード 7td、WR& アンドレリードとのホットラインは、NFL 歴代3位となる 65td を記録した。 ハイパーオフェンスと呼ばれた、ビルズ黄金時代の攻撃陣は、ケリー自身を引き金になぞらえた、軽岩フォーメーションから繰り出される、ノーハドルオフェンスだった。アメリカンフットボールの攻撃は通常、サイドラインから作戦のサインを受けた QB が、ハドルと呼ばれるエンジンを組んで、チームメイトに作戦を伝達することによって始まるが、ケリー率いるビルズ攻撃陣はハドルを組むことなく、 ケリーが口頭で次の作戦を伝えながら攻撃を続けていった。相手守備陣にとっては選手を入れ替えたり対策を十分に練ったりすることもままならない状態で次の攻撃が始まってしまうという状況を強いられる非常に厄介な攻撃である。他のチームでも前後半の終了間際に多々見られるスタイルだが、ケリーの場合は一試合通じてほとんどがノーハドルだったため、 ビルズ攻撃陣の代名詞となっている。ビルズ攻撃陣の基本フォーメーションである、ケイガンは前述のランシュートに手を一人つけた 3WR1-T1RB の体型である。ランプレイジブロッカーにもなる手をつけることによって、ランユートより、ランプレイの幅が広がるため、RB サーマントーマスの能力をフルに活用できた。またテピートメッセラーズ、またはキースマッケラーだけでなく、 RB サーマントーマスも WR 並みのパスキャッチ能力があったためパスプレイの幅も広がった。テンポの良い,いノーハドルで K ンフォーメーションにセットして 3WR1-1RB の全員がパスコースに散らばったところをケリーが正確にヒットというシーンがビルズオフェンスの象徴的なシーンである。日本の記事では QB のことを司令塔と呼ぶことがよくあるが 実際のところ QB の役目は、ヘッドコーチから受け取った作戦を仲間に伝え、指揮実行するというものであり、司令塔とは HC のことというのが正しい。しかしケディは、プレイコールの権限を HC から委任されており、ほとんどすべてのプレイコールを自分で出す、真の司令塔だった。だからこそ前日のノーハドルオフェンスが可能だったのである。相手守備の人形や傾向などを読み取る能力だけで、 なく、フットボールそのものへの深い理解と強いリーダーシップ。何より、首脳人からの厚い信頼がなければならないため、このような権限を持った QB は、ケリー以外ほとんどいない。近年では、ペイトン・マニングや、アーロン・ロジャースが挙げられるくらい出る。高校卒業時に、様々な大学から誘いを受けた、ケリーだが、地元ペンシルベニア州の名門ペンシルベニア州立、大学、 ペンステートからは、QB としてではなく、ラインバッカーとしてしか誘われなかった。結局マイアミ大で QB として成長し、NFL でも一流 QB となった、ケリーだが、この時の心の傷は、後々まで消えなかったらしく、ビルズがプレーオフに進出したシーズンに、ペン修理第 HC、ジョーパターのに、私が QB と LB どっちに向いているか、 スタジアムで見て判断してくださいというメッセージ付きでチケットを送りつたという。ちなみにこの話を聞きつけた後にジャイアンツ、レイダーズなどで活躍した QB、ジェフ・ホステトラー、第25回スーパーボールで、ケリーと対戦も同様のメッセージとチケットをパターンのに置く。ホステトラーはウェストバージニア大学に進学。95年シーズンのワイルドカードプレイオフで、 マイアミドルフィンズと対戦した際、ケリーが TD を狙って投げたパスがインターセプトされてしまった。通常そうした場合の QB は、リターンをする相手守備に対して、一応はタックルに行こうとするものの、怪我をする恐れがあるためあまり本気で行くことはない。しかしケリーは猛然とタックルに向かい自ら仕留めてしまった。しかも相手のフェイスマスクを掴む反則を犯してまで止めるという。 生まれながらの LB のような荒々しいプレイだった。現地実況の ABC は何度も VTR を流しながら、ジョーパターの見てますかだからあなたは QB ではなく、LB として誘ったのですね。と爆笑していた。ケリーがビルズに指名された1983年のドラフトは QB の当たり年であった。特に同じ一巡指名を受けたスタンフォード大学のジョン・エルウェイ。 ピッツバーグ大学のダン・マリーのマイアミドルフィンズが有名である。3人が入団したチームは共に AFC に属しており、当時 NFL 全体のトレンドであったパス重視の攻撃への流れは AFC においてより顕著になっていった。これにより1980年代半ば以降は強固な守備と堅実なランを売りにしたチームが多かった。NFC と比較して華麗なパスの AFC 対 ランと守備の NFC という構図が出来上がっていった。1984年シーズンにマリーノが3人の先陣を切って第19回スーパーボールに出場したが敗戦。1986、1987、1989年シーズンには LA が第21回、第22回、第24回に乗り込んだが、いずれも敗れた。 さらにケリーも1990年シーズンから4年連続スーパーボウル第25から28回に出場したが4連敗。第31回まで13連敗を喫した AFC のうち花の83年組だけで8敗した。名球 B でありながらスーパーボウルに勝てないまま1996年にケリーが1999年にはマリーノが引退したため。 ヒウンの83年組とも呼ばれるエルウェイは引退間際の1997、1998年に第32回、第33回スーパーボール連覇を達成した。アイリッシュ移民の子孫ということもあって激しい気象の持ち主である。アメリカでもタフな男というイメージで語られることが多く、ビルズ黄金期を共に過ごしたセンターのケントルは、 存在のまでに自信に満ち溢れた俺たちのリーダーという表現で、ケリーの強烈なリーダーシップを称えている。1991年、ネセサリー・ラファネス、放題、スーパータッチダウンというフットボール映画に出演、主人公チームと対戦する囚人チームの一員役だった。二千一年に、背番号十二が、ビルズ史上初の永久欠番に制定され、同時に、 本拠地、ラルフ・ウィルソン・スタジアムの名誉の壁、ウォール・オブ・フェームにその名が刻まれることが球団から発表された。2002年、ジョージ・アレン、デーブ・キャスパー、ダン・ハンプトン、ジョン・ストールワースと共にプロフットボール殿堂入りを果たした。記念スピーチでは現役時代の恩師、チームメートライトらへの感謝を述べた後を締めくくった。私は現役時代にたびたび、 タフな男と称賛してもらいましたが、私の知る限り最もタフな男は、私の息子で小さな戦士ハンターです。二人の娘を授かった後の1997年、自らの誕生日に生まれた長男ハンターは、治療困難な先天性の難病と戦っていた。このためケリーは、同じ病気に苦しむ、子供たちのために、ハンターの希望財団設立、2005年に、 ハンターが天に召された後もチャリティー活動を熱心に続けている。現在もバッファロー近郊に今日構えるケリーは2008年にビルズの本拠地移転問題が囁かれた際にも同じくバッファロー近郊に住むサーマントーマスらと共に我々の目の黒いうちは本拠移転などさせないとの声明を発表しバッファロー市民を安心させた。 2009年に駐車していた車から電動入り記念の指輪などを盗まれたが2011年に警察の発表により二人の男が起訴され彼の手に指輪は戻った NFL が導入を目指しているシーズン18試合制に対して会議的な見方をしている2013年6月顎の眼摘出手術を受けた当初は癌が,が完全に除去され放射線治療による 化学療法も不要とされたが、2014年3月31日、ガンが再発しており、化学放射線療法を受ける予定であることを明らかにした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。